あれも、メアです。どうもいちです。今日ね、ハイドリーグ、やっていきたいと思います。行きましょうよ。歴史紹介ね。行く前に、はい、今日皆さんに報告というか、うん、まあ宣伝なんですけど、はいはい、ファイトリーグ公式さんにまた行ってまいりまして、第2回ですね、はい、デザイナーさんにインタビューしてまいりました、はい、デザイナーインタビュー18番外編です。18番外編、それのね、記事をね、公開してありますので、公開されてると、はい、なるほど、皆さんね、ぜひぜひ、うん、すっごい内容、見た？見ました。見た？見ましたよ。9割わからない。初期勢や、クソ初期勢や、ライオンだーで終わってますからね。僕に関しては目がどうしたんだよお前、ピリオド1位取ったよお前は。まあそうね。あのこの上の方にね、画像とか載っけてますけど、はい、ヤジとか中衛門のね、うんうん、普段見れない姿とかもいろいろ載ってますんで、中衛門とか、はい、中衛門ね。はい、ということでね、敵紹介いきましょう。ドン、タックだね。タック、まさかタックだと思わなかった今日。本当だね。うん、まずソロで普通見せるところ、しかしタック、そう、まあ今日はね、ルーターキングですよ。そう、こいつね、はい、持ってんだ俺。俺持ってんだ。それは動画見てるからみんな。あのターン終わるまで、うん、攻撃アイナルの敵メンバーを全てを味方にすると。はい。これもワンチャン2体とか3体味方にできる可能性あるから。そうだね。そう、そこをね、うまく使って、で、あと、あとはこいつね、トイも帰らせないおじさん。帰らせないおじちゃん。おじちゃん。これまさかの700ダメージという。そう、相手のやつパクってめちゃくちゃ強い、パクってからのドーンですから、うん、こいつだけで1000ダメージ入るから。そうだね。そう、別にあのね、後手番だからダメージ気にしてっていうよりも、うん、もう使えるタイミングは使っていい。はい、まあこれ今日いきましょう。はい、多分ね、このお二人とはね、僕らでは時間が合うんでしょうね。まああれだね、一緒に戦ってますね。そう、よう合うよな。で、またこのデッキだね、美少年リーダーのやつだね。これどっち、こっちかか、こうかな。トイ先手だったね。こうか。トイヤスを使ってるんですよね。そう、いつもね、B とかで当たるんだよ。この前も当たったね。コンピリもう2回、3回ぐらい当たってる。2、3回当たってんじゃない。リリー来たよ。来たね。あー強い。あー、いい返し。これ汚ねえよな。これ強いわ。やめろっつーの。をうまく使えればいいんだけど、先手のトイやっぱいいね、強いわ。はいはいはい、きたー、これは素晴らしい。これいいんですか、いいんですか、本当にそんな返しでいいんですか。 OK、 強い、パペ、気持ちいいな、パペ。めちゃ気持ちいい。D の何かけてですよ。 D の何かけますわ。これいけるぞ。どうすっかな。いや、これ300ダメージもらって、次の600ダメージだと1500で1100になっちゃうから、多分俺こっちがいいと思う。うん、俺もそう思う。絶対死ぬ。怖い、めっちゃ怖い。絶対死ぬと思う。やめろっつーの。やめろっつーの。相手がアスクリとかじゃなかったらいいんだけど、うん、これもダメージ一緒だからね、200に。ああ、そうね、うん、確かにこれでいいや。ま、何を迷う必要がある。迷うことだけこれだわ。きた、はい、ダジュランだ。しかもこれ58来るパターンかな。58来たら、やめろ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 。いや、てかもう全て最長これ。あ、そうだっけ。すえ、 US 級だわ。バカ強くない。そうだよ。ただこれ3体巻き込みあるかな。ねえか。え、てかパクれるから、こっち。あ、そっか。そう、確実やな。おおおお、これそしたら俺別に打たなくてもいいことあるよ。そうね。いてぇ。で、メアのバースト使うか、じゃあ。うん、俺のバースト300に、自然300にしようか。うん、だよね。どうなんだ。13あるかな。苦しい展開だ。いや、1、3はねえと思うよ。まあでもどっちにしろだよね。うん、よろしくないです、ね、俺のあれは回復ないから、もうこれで映画バスト打つしかない。ルーターキング喋るんだ、結構喋り方がダッセ。刺さったぜ。刺さったぜ。
喋んないと思ったよねこれね。ね、ビーヨンビーヨンみたいな。ビビビビみたいなやつかと思った。喋ったね。キムタキング動きおもろいから。退場させられるけどね。キンギュラキンギュラ。ギュワーン。ギュイン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 。パー。よっしゃー。じゃあどうだ、1300あるかないか、資産があるかどうかっすね。やめて、 B とかくんのかな、やめて。おおおおお、34だからないんじゃないか。違う、プロップか。プロップでもないよ、クリティカル案件か。やめろやめろやめろや、やめろや、おい、やめろ、高えよ、やめろ。よっしゃ、危ねえ危ねえな。今もうこういうゲームになってるからね。これで急になんかダメージ当たるやつかね。これで急になんかダメージ当たるやつかね。ほえ、うわあ、それはやばいわ、それはやばい。ああ、はあ、激アツの勝負ね、勝てなかったんで。今の強かったね。あれも神に愛されてるとしか思えない、マジで。今のはやばすぎ。ありえねえ。神に愛されてる相手に勝てなかったんで、まあ、僕らはもう AI 倒して満足しました。まあでもさっきちょっと面白い動きは見せれましたね。なんでお前クリスマスのアイリス持ってんの？クリスマスなんですよ、アイリスは。今？今もう勝手にクリスマス仕様のめっちゃ可愛いパターン。蜂は？蜂はなってない。なんでだよ。他何なってんだろう？アイリスは俺。なんでコアラに水着着てたのに蜂はサンタクロースにさせてあげないんだよ。昆虫と動物で差別をするな。これラジコンだもん、だってサンタ仕様の人は飛ばなくなっちゃうから。いや飛ぶよ。あれなんだよね、あの振り駒の US のイラストにこのサンタ仕様のアイリスも映って、うん、めっちゃ可愛いやん。そうでもだから、あのベノミマスの振り駒の軍団みんなそうなのかと思ったらあれだった、アイリスだけだった。アイリスだけ愛されてんだろうな。そういうこと。アイリス残ったね。アイリス残すとさすがに。どうすか。これ3番にさ、うん、DDD 置いてさ、帰らせないおじさん6番超強くない？そうすると、やってみ、あ、そうかそうかそうか、いいからやってみ、振り込みもらえるのか。そう、次元の違いを見せてあげるよ。いいからやってみ。もう問答無用でうるせえと思って、ね、いやいや俺がまだ処理できてねえわって思って今。お前の中だけで今反応してた。それでいいだろうな。でも決まってんだよ。もう違う違う、俺は分かってるんだもん。分かれ。でもこれが多分一番強いわ。俺強いね。DDD のこの相性がやっぱいいね。まだそれでアイリスだと振り子も残るからね。これか、うん、これいいね。勝手に言っちゃダメだよ。ふえおじい、操られた。まあ、DDD と合わせて使うのは強いね。強い、うん、それと本当に DDD を手前側に置いてもいい。ん、いやだから自陣側に置くと結構仕方されるけど、 DDD って、うんうんうん、DDD を自陣側に置いてもそうだね、悪くはない。それを結構そのトイレ利用できるファイターが多めに入ってる、うん、やめろこっから。おい、やめろよこっから。ないだろ、何がある。ジジジじゃないけど G か、そっか。いや分からん、あれとか来たらやばい。なんだっけ、それです。コルク、あ、いやコルクじゃない、C 社、 C 社の負けでしょ。あ、そうだ、500で100だから600円の負けでしょ。危ね、 C 社の負けでした。ここで C 社とか来たら俺マジもう引退する、引退。このゲーム引退する。運の極み、ほんまやね。これまあ勝ちなんですけど、やりますか、ちょっとあれも見せましょう。やりましょうか。そっちじゃないんじゃない、そっちじゃない。ここは通さない。セキュリティアマノだ。声かっこよくない、逆に。ここは通さない。セキュリティアマノだ。攻撃の仕方がすげえだ。ビヨイーンみたいな。デュラルか、はい、デュラルか。どっちでも。デュラル。デュラルは。はい。
やっぱり、はい、でも今デュラもそうだし、うん、あのターン終了まで奪った敵のファイターをマトリョシケで奪うとかもできると、うん、そう、これいいね、いいね、おもろいね、うん、さっきのは実際勝ってるもう一回行こう、勝ってんだぞ、もう一回行こう、ラスト1戦行きましょう。さあ3戦目、また AI ですね。これは問い合す、これは、AI、CPU かな、そう AI だと思う、はい、感染来てるみたいな、感染来てますね、ああなるほどね、 CPU ですね、 CPU やりすぎだよおじさん、でも AI だもん、あの頭文字見て AI だよ、ほんとだ、うん、AI AI って AI っすで、これも AI っすねあーもうなんで持ってんだよ、汚ねえやつだお前は、綺麗だな、ほんと綺麗そう、一番綺麗な会社嫌いですわ、そういうの、何がワンパンだよ、ツーパンじゃねえかよ1回殴って2回リーダーが殴ってたから2パンだろ、痛い、どうすっか、嫌いだわこういう返ししてくるの、嫌いだわ、あー嫌い、汚い大人だ、うん、マジで汚い、こうはなりたくねって見本だよ、6番いこう、相手 AI だよ、すごいね、でもこのこのコンピューターはニャニャポ送ってくれるタイプだね、うん、たまにニャニャポ送ってくれてんね、たまにニャニャポ送ってくれるタイプなんだよ、 CPU が AI の感染もコンピリオドからかな、うん、確かコンピリオド実装されたんじゃない知らん、信じる人間が、信じる人間がいるから少なからずいるかもしれない、やめようかでもこれ相手は AI です、まあ相手はそうですね、うん、CPU、はい、みのりさんが感染来てくる、そうですね、 AI にしてはでも置き方結構嫌ですよね、そうですね、うん、結構ガン無視してくるパターンの AI もいますけど、そうです、それはしっかりと攻めてくるタイプの AI ですね、あるよ、ありますね、これフェイティングベースと使えるのであればですね、うん、いろいろおもろい感じにはなりそう、宿所で決めるか、これ全だって全取りできるやろ、これ下手したら、下手したらね、あーあーいいんですか、そっちに500ダメージ入ってますよ、これマジでリーダーに入るあれによっては価値あるよ、俺ソフトクリームマジうまいからね、言っとくけど、名誉のソフトクリームはマジでうまい、お前相手うますぎだろ、相手どんなうまさしてんだよまあでもまあ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 顔に1回も入んなかったな、うん、まあまあでも一応止めたからしっかり、まあそうだね、リーダーへのダメージ結局処理される2人はそうだねに当たったから、まあ、あんまり意味ない、はいはいはい、まあ相手もまああれじゃないですか、安心したんじゃないですか、よかったーっつってこっちに入んなくてよかったーっつってね、今のすごかったな、何こいつ、ああーなるほど、ね、18キラーみたいな、いたわ、そんなやつだ、どうしますか、俺打つか、おい、クリッカーやめろ、これ1400しかないよ、ライフ、相手まで打ってねえのか、でも打っちゃっていいかな、打とうか、打とう、打つよ、うん、打って開いちゃいって、うん、屈上いましょう、屈上しかないよな、右下欲しいな、あ、そっちもいい、そっちもいい、そっちもいい、あ、それ最高じゃん、おー、神だ、それ最高、うん、これで、うん、これで4、あやつおられた、3、4、5、6、7、12、12か、全部顔入れ勝ちだろ、顔入れて、そうだね、全部顔入れ勝ちだろ、チャンピオンに当てなければ勝ち、全部に顔入れりゃ勝ちだろ、そういうこと、やべ、落ちた、いけいけ、おい、えらい、スーパークリティカ出すねんだ、スーパークリの仕組み、クリティカ出してないじゃん、さっき、いや、俺のせずにゼロだからねじゃねえじゃねえかくぅ、まあ、1800はねえよ、まあね、うん、どう考えてもねえ、そうで、これ別にもう回復のバースト打っても意味ないんで、1400もねえし、決まりましたね、これで、やる、
ないでしょ。フロップで負けじゃない？フロップで負けだ。ねえよ、さすがに。運良すぎだよ。あったないないない。あった運良すぎ。そんなわけないじゃん、だって。さあ、ここからが本当の戦いだ。おお、絶対落ちてくると思った。よっしゃ、おら。やっってやれ。ルーターキング見してやれ、ルーターキング。行くぜ。ルーターキングでカバディクラブ見してやれ。あ、なんでセレスコ？ごめん、普通にこれやってた。は？何のためのあれだよ。ゾウさんでやるだろ。おい。まあさすがに AI には負けらんねえから。まあそうっすね。うん、いつもいるしな。危なかった。AI ああいうとこ必ずあのね決めてくるパターンあるけど、今日は AI 運悪かったそうですね。大丈夫でした。よかった。いや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 、というわけで、はい、今回はね、うん、問い GGG 問いか GGG 問いのデッキ結構面白いと思う。これおもろいね。動けるし、やっぱパクるキャラクターがやっぱ多くなったから、うん、そうだね。で退場させるキャラクターも多くなったから、うん、問いの効果をうまく使えることがかなり多くなったんで、うん、これマジで相手にしたらめっちゃ嫌じゃない、うん、すごい使いやすいデッキ、うん、で楽しいデッキだと思うんで、楽しい、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、参考にしてみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。CPU が止まった。一瞬。殺すか。CPU っていうこと。